皆さんこんにちは、ヨッピーです。今回は今絶対食べるべきディズニーランド最新フード5選でお届けします。ディズニーランドの醍醐味といえば食事ですよね。皆さん楽しんでいますか？楽しみ方知ってますか？この動画でわかりやすく今食べるべき食事をご紹介していきます。最後まで見逃せない情報ばかりですのでご覧ください。では行ってきましょう。この動画の趣旨です。ディズニーの醍醐味は食です。今食べるべきフードをまとめました。ぜひこの動画を見てパークでお食事を楽しんでくださいね。甘いものもしょっぱいものもいろいろお伝えしていきます。私の主観が食べに含まれているのでぜひ参考までにお願いします。では早速1つ目、スペシャルサンデー、ハロウィンの今だからこそ食べるべきです。ハロウィンスイーツ食べるならここというところに行ってまいりました。はい、場所はこちらです。アイスクリームコーンというお店で、こちらはですね、ワールドバザールにあります。で、店舗自体は非常に目立つところにありまして、ワールドブラバザールにね入って、そしてプラザの方に行った右手のところにあるという形でございます。まあ、アイスクリームやディズニーランドといえばこのお店ですね。シングル400円、ダブル700円で、フローズンデザート、様々なものがあります。ホットコーヒー、アイスコーヒーもあって、いろいろアイスクリームを堪能できちゃいますね。で、やっぱり今食べるべきなのはこちらです。スペシャルサンデー、パンプキンカスタード&オレンジでございます。もう見た目もね、まさにハロウィンなものなんですけれども、パンプキンのね、カスタードがめちゃくちゃ甘くて美味しい。そして食べ進めていくとオレンジのゼリーが奥にあって爽やかですっきりします。クモの巣モチーフのチョコも可愛いですよね。そしてお芋もねたっぷり入っていて、まあ、マロンですかね、ボリューム満点です。何よりこのマロンとソフトクリーム、これのね前半が個人的には好きです。最後の方まで行くとね結構お腹いっぱいになります。はい、でもマロン好きには本当にたまらない味だと思います。ちなみにこのね、レギュラーのチョコミントアイスもすごく美味しいので、ぜひ食べてみてください。はい。シングル400円、ダブル700円、バニラ、ダブルチョコレート、ストロベリー、ストロベリーチーズ、抹茶、アーモンドクランチ、チョコレートミント、ピーチシャーベットがあります。私はね、やっぱりチョコレートミントが一番好きですね。そして、皆さん頼まれてたのが、このカラフルチョコレートミニスナックケース付きです。はい。ドリンクとね、このチョコレート買っていただくと、このミッキーの可愛らしいキャラクターだったりとか、このスナックケースがついてきます。続いてこちら、カラフルチョコレートミニスナックケース付き1000円です。これはね、メモリーゴーラウンドの、こうね、仕様のケースになっています。こちらも非常に可愛くて、お菓子しまったりするのに非常に便利ですよね。ちなみにおすすめの時間帯は13時から14時という形になります。ぜひ皆さん、行ってみてね。2つ目、たっぷりメンチカツドッグです。場所はこちらです。キャンプウッドチャックキッチンでございます。で、ここはどこにあるかというと、ビッグサンダーマウンテンのね、ちょうど出た左手にあります。なので、意外とね、知らない人多いんじゃないかなと思います。キャンプウッドチャックキッチンは、結構ね、軽食が多いです。おにぎりサンドとか、スモークチキンレッグとか、あとはね、酒のつまみに合うコンボプレートとかがあります。で、我々今回行った目的っていうのは、もうね、ほとんどないと思うんですけれども、このハロウィン仕様のね、ランチっぽケースを、お金をね、追加で払えば買えるということでゲットしちゃいました。これめちゃくちゃ実用的でいいですよ。ちなみに、座席は400席あるので、すぐにね、空き席見つかるっていうのもなかなかいいです。で、食べ物はやっぱりこちらでございます。はい。なんかいろんなね、軽食頼んで食べると、すごいパーティー感出ますよね。で、このミッキーの、こう、おにぎりサンド。ちょっと厚みのあるビーフと、ね、野菜も入っていて、非常に美味しいです。で、やっぱりこのね、スモークチキン、うまいですね。もうタンパク質、ありがとうって感じで最高にうまいです。そして今回、個人的に好きだったのは、このメンチカツドッグ、チーズ入り760円です。たっぷりのメンチカツがね、ドンドンドンと入っていて、肉厚ジューシーでね、大変美味しかったです。
カルビにね、ミッキーシェイプのお米がよく合います。ただしね、量は少なめです。ちなみにおすすめの時間帯は、まあ、オープンしてね、すぐの10時半から11時、また15時から16時半でございます。ちなみにね、12時以降は、11時に、まあ、すでにこう30人ぐらい並んでて、まあ、20分ぐらい待ったんですけれども、まあ、1時間ぐらい待つほどの列になっていました。皆さん、気をつけてね。3つ目、ハロウィンシェイクと定番パオでございます。トゥーンタウンといえば、やっぱりね、ここですよね。ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイムカフェですね。はい。トゥーンタウンの人気のカウンターレストランで420席あります。結構広いのでね、すぐ席が見つかると思います。トゥーンタウン入って真正面に歩いていくとあるレストランです。で、ここで今飲むべきなのは、パンプキンミルクタピオカ入り600円ですね。このね、パンプキンの優しい甘さをね、感じられるドリンクで、まあ個人的にはね、タピオカはなくてもいいんですけど、やっぱり甘いものを飲みたい時にはやっぱりこのパンプキンミルクいいんじゃないかなと思います。で、カシさんのチョコムース、このスーベニアカップがね、可愛いですよね。ミッキーのキャラクターたちが、皆さんね、素敵な感じで円を描いて、笑顔で写ってるのが可愛いですね。甘すぎず、これね、カシスとチョコムースが甘さと苦味を調和させて非常に美味しいと噂ですよ。はい。お化け形のチョコレートも乗ってハロウィンをまさに感じられちゃいます。でもね、個人的にやっぱり一番好きなのは、このパオですね。はい。これですね。このチキンがね、たっぷりと入っていて、このパン生地がね、もっちもちで、卵もたっぷり入っていて、非常によく合う、見事な味わいなんですよね。なのでぜひ、皆さんこれね、食べてみていただきたいです。そして、スプリングロールとかもね、あって、こう、ちょっと中華みたいな感じもね、美味しいですね。で、おすすめの時間帯は、10時から11時、14時から15時でございます。4つ目、パレード見ながら贅沢ビュッフェ。はい、皆さん、パレード見ながら食事も楽しめたら最高じゃないですか。そんな場所こそ、こちらです。クリスタルパレスレストランでございます。クリスタルパレスレストラン、事前にね、プライオリティシーリングがあった方がスムーズに入れます。で、こちらは、プラザをね、今ここから見て左手の目の前にあります。で、ここは何より、テラス席がいいとお伝えしてください。そうするとテラスの席に行くとめちゃくちゃ景色がいいんですよ。で、ビュッフェなんて本当にピザもあれば美味しいローストビーフもあるし、サラダもたっぷりといただくことができます。デザートももちろん食べ放題です。こうミッキーシェイプのムースとかチョコレートケーキとか、もう本当に天国ですね。まるで今だとこう40周年を模したケーキだったりとかもありますので、ぜひ食べてみるといいかなと思います。はい、こんな感じでね、もうめちゃくちゃ選び放題なので、まあ時間制限ありますので、なるべくね、早く一気に食べて、そして、このね、40周年のパレード、私以前見に行ったんですけれども、まさに目の前で繰り広げられます。しかもね、もう目の前お客さんいないので、もう本当に視界が最高にいいんですよ。なのでぜひ皆さんこちら行っていただいて、ミッキーからのファンサをぜひ受けてしまいましょう。おすすめの時間帯は15時40分から今だとスプーキーブーパレードがありますので、これに合わせてね、撮れるといいかなと思います。ぜひ予約頑張って。5つ目、北斎で最高の和食をということで、最後はプライオリティシーティングがあった方が良いレストラン北斎やってまいりました。こちらもね、ワールドバザールのちょうど出口の方に行く右手にあります。で、お店は実際階段上がって2階のところに席があります。はい、めちゃくちゃ和な空間がね、結構広いんですよ。で、何をいただくかというと、まずこのね、オリジナルカクテル。レモンとね、オレンジ&ティーということで、紅茶のような味わいで、そこにね、たっぷりのリキュールが入っていまして、ちょっとね、酔っ払っちゃいますね。で、
私がいただいたのはこちらでございます。マグロと海鮮のチラシ丼、2580円でした。もう本当に海鮮祭りです。アナゴも入ってるし、イクラも入ってるし、で、マグロがとにかく大きいです。で、ネギトロもあります。これね、舐めちゃいけません。結構新鮮な、おそらく築地で取れたであろうお魚がたっぷりと入っていて、お腹いっぱいになります。で、味噌汁、これもね、味わい深いです。こんな美味しい和食をね、ディズニーランドでいただけるなんてというふうに皆さん思うはずです。そして、私の相方はね、このね、天ぷらとうどん膳2480円頼んでいました。天ぷらはサックサクで、エビ、そしてナス。これらがね、とても美味しかったです。ちょっといただいちゃいました。はい。うどんもね、とてもコシがあって、非常に美味しいですよ。で、店舗出るときには、このね、ランチョンマット買っちゃいました。めっちゃ可愛くないですか？富士山が乗っていて、ミッキーとミニーが、まるで、お正月の気分かのような感じで、居座っています。はい。いいですよね。で、もちろん、あれですね。お子様ランチもございます。なので、お子様の皆さんも安心していただけます。で、いよいよ10月からは、新しいスペシャルメニューが出ます。このね、ローストビーフがたっぷりと乗っていて、小鉢もね、たくさんついた、きんぴらごぼうとか、味噌汁とか、そしてデザートもついた、40周年のチョコレートも乗ってます。いやー、ぜひ食べたいですね。また食べたら、皆さんに報告できるように頑張ります。はい。ということで、今回の動画は以上です。いかがでしたでしょうか？皆さん、どこに行って食べたいと思いましたか？やっぱり最近行ってね、非常に良かったのはやっぱり北斎ですね。この北斎の和食は、本当に銀座の高級料亭でいただくぐらいの味わいなんじゃないかなと言っても過言ではありません。そしてデザートにはぜひアイスクリームコーンのサンデーをいただいてください。はい、ということで今回は以上になります。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。パークで素敵な時間をお過ごしください。ぜひね、この動画いいねと思ったらチャンネル登録、そして高評価やコメントお待ちしております。インスタもよかったらフォローしてください。では今日のヨッピーの一言です。ディズニーランドの食事って結構昔はね、カレーばっかり食べてたんですよ。特にあのビッグサンダーのところのカレー屋さん、すごく美味しいですよね。なので毎回行ってたんですけれども、カレーしかないんじゃないかと思うようになっていて、でも実際いろんなお店に行き始めると本当にね、楽しいんですよ。和食もあるし、中華もあるし、ビュッフェもあるし、イタリアンもあるしね、そうなんですよ。で、皆さんもぜひ、いろいろなね、食体験をディズニーの中でしていただけると良いと思います。もちろんね、通常のレストランよりはちょっと割高に感じるかもしれないですけれども、やっぱり雰囲気がとにかくいい。店員さんの接客がマジで最高です。はい。ぜひ、皆さん、行ってみてください。はい。ということで、今回は以上です。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。See you next time. またね。バイバーイ。